でロミオさん、実はちょっとあのうちの番組にも時々出ていただく光のサイエンスっていう、うん、あの人を数字で科学するあのものがあるんですけど、それで勝手に調べさせていただいたらなんとですね、あのイエス・キリストの生まれ変わりといっても過言ではない数字を持ちてるんですね。すごいですよそれって。もうあのその先生も、まあ、ちょっとまたそのお話後に詳しくと思うんですが、先生がびっくりすることを、まず、生まれてから18歳までの時にロミオさんすごくご苦労されてるはずだっていうので、まあ、正解だと思うんですね。そのご苦労されている時に、イエスがロミオさんを常に助けているはずなんですって。ご記憶見たかもしれない、あったかもしれない、記憶にあるかもしれないけれども、必ずそのそばにいたってイエスが。でその後に、大人になってからはイエスのエネルギーをそのまま受け継いでる方なんです。でかつすごいのが来世、来世はもうキリストまんま、キリストイエスキリストのまんまの生涯を切り、あの、うん、なんだ、生きることにエネルギーを、ね、で、はいはい、また地球を救っていただきたいと思います。今回ね、ちょっとなんか若干沈みそうなじゃないなんかね、沈みそうな感じ、日本人もちょっとダメだったしねみたいな感じなので、ロミオさんはキリストの生まれ変わりなんじゃないのかなと思いながらですねあのロミオさんの番組は本当に、クリスチャンの人は絶対聞いた方がいいし、非常に、分かりやすい、説明が非常に分かりやすくて、あと香港で話終わっちゃったんですけど、そうそうそう、 でも結局は日本に戻って、うん、拠点を、そうです、はいはい、で今は日本でご活躍、そうなんです、そうなんです。で日本でやっているお仕事についてなんですけど、シズム、はい、悪魔払いですね。悪魔払い、悪魔払いか、うん、悪魔払いっていうのが、具体的に、うん、ちょっと取り憑かれたかもしれませんよっていう方の悪魔を払いに行く、うん、はい、そうです、そうです、はい、結構相談多いですよ。ああ、見たいですね。たまにちょっと番組でロミオさんが悪魔払いしている動画なんかちょこっと出てるんですけど、胸からグーってこう、そうですね、で、悪魔払いをしているロミオさんは悪魔に質問したとかっておっしゃってましたよね。そうです、そうです、そうです、すごいですよ、ユミさん、その話。悪魔に質問をロミオさんがしたら悪魔は何と回答したと思いますか？何でしょうあの、まあ、僕が聞くと、その僕の後ろに、ミカエルがいる。なんでミカエルがいるのか、うん、なぜかって、それがね、キリストだからです。そうですよ、ね、イエスだから。そうですよ、イエスの弟子なんです、ミカエル、ね、弟子の一人や二人いるに当たり前ですよということで、ロミオさんの悪魔払いはだから、それで納得したの、光のサイエンスの先生が、ちょうどそのね、ロミオさんのが悪魔にその質問をしたら、あのルシファーが、あのロミオの後ろにミカエルがいるのを気にかけてるんだって言っているっていう話の動画を見て、なるほど、だってミカエルっていうのはキリスト、イエス・キリストのなんだ、パートナーっていうか弟子、まあ天使、天使だから、神様の、そうですね、作った、まあ、言うこと、使いか、お使い、それはつくのね、つくつく簡単につくつくで、ルシファーっていうのは、はい、イエス・キリストが、まあ、あの神じゃないですか、はいはい、ルシファーっていうのはその次に権力を持っている、はい、天使です。天使、もともとは、あ、一番天使の中でも一番、あの神に近かった天使、はい、そして今地球を、あの担当している、支配する、落ちちゃった天使、いつ、いい天使の時代がやってくるんでしょうかね。本当ですね。そうで、リビさん、ちょっとここの話をね、はい、私は気になってしょうがないので、はい、聞きたいですよ。この辺とか、この辺とか、そうですね、この辺とか、
あの今2020年去年からですよね。去年からすごいこうパッカーンとこう本当にいろんな意味でこう分かれちゃったなと思うんですけども、うん、まあまあなんていうんですかね、光と闇にこう分かれてしまったなっていうような感じするんですけども、うん、まだまだこう闇側の勢力が今強いように思うんですけども、はい、この辺は。やっぱり我々はちょっと抗えないものなんですかね、どうなんでしょう。いや、あの僕はね、もう聖書が正しいっていう立場で、はい、ものを考えていくし、はい、その人もそうなんですけど、あのなのでもうこの流れはそのまま闇の勢力の勢いではいきますね。ただ最後の最後はやっぱり、うん、神が勝つんですけども、うん、でも今のこの流れではまだまだ序の口、そうですね、だから一回落ちないと上がらないってことですね。本当に今もうこうしてる最初の段階ですから、うんうん、まだ本当に軽い感じ。イエス頑張ります。結構ね、そういうの好きなタイプ。いや燃えるんですね。燃えるんですね。何が起こるのかな、障害があるの。いや、何が起こるのかなと思って。燃えるタイプですね。でもそれちょっとこう、なんていうんですかね、どこら辺まで我々踏ん張ればいいんですかね、あの時間でいうと、あと10年とか、20年とか。いや、多分10年もかからないと思います。あ、そうですか。多分世界は、最後まで見れる可能性も、でも半分ぐらい死んじゃいますって。そうですね、3分の、はい、死んじゃいますね。まあ、それが結構ね、矢作先生も同じようなことをおっしゃってまして、これから、地球上の人口がどんどん減っていくっていう、うん、一つの手段ですかね、うん、あ、これあんまり言っちゃいけないかもしれない。そうなんですよ。そうなんですよ。番組がね、難しいですね。そう、後で入れてもらいますんで。そう。でもまあ、これね、もちろん皆さんを怖がらせるために言ってるんではなくて、うん、多分その結局は我々3次元にこう魂が来て今この肉体を持ってね、こういろいろやって、で結局また魂があの世に戻ればまたハッピーライフが待っているので、まあそんなに怖がることはないのかなと思ってるんですけどね。僕ね、天国見たことあるんですよ。あ、これ僕天国見たことあるんですね。死にかけたんですか。あ、死にかけたことは1回あるんですけど、そのあのね、エクソシズムをして2年ぐらい経った時に一回ね、あの寝ようとした時に横になって目を閉じた瞬間に目の前にパッとこう風景が広がったんですよ。すっごくリアル、寝てないですよ、目を閉じた瞬間なので。で目を開けるとすぐに現実の世界っていうのは分かってるんですよ。でもこういう体験してる人は実はいっぱいいてですね、後で聞くと。でこう目を閉じたら、なんか荒野みたいにパーンと広がってですね、で向こうにこうすごい熱い雲があって、で向こうその上にパルテノンの神殿みたいなのがあるんですよ。でその後ろに何とも言えない光がふわっと出てきた時にね、何とも言えない幸せを感じて、うわ、これが天国かと思って引き返したくなかったですね、逆に。やっぱ見せてくれるんですかね、その神様が。今はこういう世界だけれども、天国とはこういうものだよっていう風に。あとそれぞれの人のそれぞれの天国があると思うんですよね。私だとこっちもうちょっと日本風かなみたいな。一人のこう天国があると思うんですよね。だからまあ本当にね、八木先生がいつもおっしゃってるのは、もうここより必ずいいとこに行きますんで。そこに安心して、何が起きても。まあ、もう別にいつ死んでもいいかなと思ってるんですけど、私たちは。ただやっぱりこの、あのその変わり目の時期に生を受けたっていうのも何か意味があるのかなと思っていて、で、まあ、ゆみさんなんかは多分いろいろ発信されている方なので、まあ、自分たちでできることがねあればとは思うんですけど、で観覧期とはまた違うんですか、今その聖書でいうところの観覧期。観覧期まだ入ってないですね。あ、そう。じゃあこれからその7年間の非常にこう辛い7年間がこれから始まるということ、はいはい、観覧期入る収集の一つはですね、世界中 の, あのクリスチャンが一斉にいなくなる。あ、そうか、そうだ、ラミアさん自分でいなくなる上に、はい、そう、軽挙っていうですね、ポンと引き上げられるっていうやつですね、肉体を持ったまま。
それ全部終わってからまた戻ってこられる。そうですそうです。そうですよね。そこからポンと始まります。7年間の観覧時代。その聖書に書いてある観覧日っていうのはなかなかしびれる情報でして、はいはいはい、もう人が見たことないぐらいの、辛い7年間が。そう、死のうとしても死ねないんですよ。ああ、そっちですか。死のうとしても死ねないっていうのは今のね、このあれじゃないですか、はいはい、こっちの問題、こっちのこれの、はい、ね、あの人がもうすでに国際特許で出したやつあるんですよ。特許番号は2020666 06006 06 06 06 恐ろしい特許番号のやつね。あれって管理するじゃないですか、はいはいはい、そのうち管理室、はいはい、そういうことか。なるほど、すげえな聖書。だから死ねないんですよ人は。やっぱりちょっとこうマトリックス的な世界になっていくのかなって思っていて、でちゃんとその内閣府のホームページにもムーンショット計画ってありまして、だからリアルなマトリックスを上の方の方たちは考えてるのかななんて思うんですけどね。またほらその DS と言われてる人たちもロスチャイルド派と、まあ、派閥がありますのでね、考えてることが違うんですよね。目指してるゴールが微妙に違いません？同じ？上の方が本当複雑すぎて、私は本当にその分からないと思った方が一番健全だと思うんですよね。で裏を読むとさらにその裏があって、またその裏があってって、で本当のことを全部知ってるのは神様だけなのかなと。だからもう本当にね、世の中複雑すぎて分からないと思います。聖書に書いてある通りに今のところ進んでるんですよ本当に、ね、そのまんま。で私もちょっと実は聖書をかじったことがありまして、素晴らしい。なぜかというとですね、私は天台宗の高校に行って、実家は日蓮宗なんですけど、で天台宗の高校出て、前の夫のお母さんがもう あれだったんですよ。もう本当にクリスチャン、そうそう。でまあそのうちの子供たちも教官に行かせてましたし、私も小学校にお手伝いに行ったりとかしてる時期があって、で聖書を勉強したんですよね。6年ですか。で、まあ、非常に、ためになりました。ただ旧約聖書と新約聖書があったりとかしてなんか結構難しいですよ。プロテスタントとカトリックとかがあったりして、ちょっと教えがほら、そうですね、少し違うので、だんだん私もなんか何を信じていいのか分からなくなって、途中でやめてしまったんですけど、ロミオさんのお話を最近また改めて聞くと、でも結構ね、聖書、大事なことが、ね、書いてあって、今本当に時代が割と聖書のその通りになっているところがあってですね、旧約と新約の方はどういうふうに整理して理解すればいいんですか、私たちは。いや結局その時代の流れの話だけなので、その旧約っていうのは神様が約束したその古い約束ですね、で古い契約ですね、で新約っていうのはイエス・キリストが降りてきてからの新しい契約っていうことなので、まあ、要するにその神はこうやって言ってるよっていうのは、古い時はこうやって言ってるんだけど、新しい時はこうやって言ってるというような違いがあります。じゃあどっちが合ってる間違ってるではなくて、流れの中で2つありますよっていうこと。そうですそうです。カトリックとプロテスタントもだいぶ違いますよね。そうですね。私はね、プロテスタントの教会に行ってたんですね。だから牧師さん。そう。でもカトリックの人の方が多いんですかね。カトリックの方が多いですね。ね、はい、カトリックの人たちは割と神父さん、一番偉い方がいて、あとなんか使えるこう三角の構図に割となってますよね。これで。そういうことね。で悪魔っていうのがちょっとした自由を手放さないっていうか。